先日ですね、新品の革靴にするお手入れっていうものをご紹介させていただきましたけれども、それはプレメンテナンスって言うんですみたいな話をしましたが、もう一つですね、僕新品の靴にぜひお勧めしたいことがあってですね、それがこれなんですね。このつま先のスチール、これですね。これとトゥースチールとか、あとヴィンテージスチールなんて言ったりもしますけれども、これですね。この金属がネジで埋め込まれているみたいなものなんですけれども、これしていただくとですね、摩耗が、つま先の摩耗が圧倒的に軽減できるわけですね。で、かかとって、靴のかかとって取り外して修理ができます、交換ができますけれども、まあ、つま先って取り外せる部分ってないんですよね、本来は。まあ、ゴムの補強をしたりとか、ハーフラバーつってここベローンってゴム貼ったりとかっていうのができますけれども、そうでなければこの本底を全部剥がしてもう一回つけるっていう修理になってしまうんですね。それオールソールっていうんですが、っていう話になるので、オールソールとかだと1万円とか2万円とか平気で修理でかかってくるんですよね、はい、なのでつま先はですね、ぜひこう早めに補強をしてくださいという話なんですよ。で、補強しないとこんな風にですね、ちょっとつま先がこう削れて、まあ、見た目的にもちょっと残念な感じになっちゃいますよね。これね、まあ、この靴はですね、オールソールしたくてあえてつけてないっていう靴なんですけれども、他の靴は基本的には全部つけてるんですね。よっぽど製法が特殊でない限り、僕は基本的にこのスチールをつけてます。はい。なのでこれはぜひおすすめしたいですって話なんですけれども、ここで重要なのがですね、スチールを綺麗につけてくれるお店、かつ近くにそういうお店があるかどうかっていうところってすごく重要な話になってくるじゃないですか。ね、僕以前ですね、これはあんまり悪く言いたくないんですが、スチールをつけてもらったら、すごくなんか残念な感じに仕上がったっていうことが過去に一回ありましてですね、そうなりたくないなって思ってるんですよ。二度と。はい。二度と。はい。で、まあ、近くに一応お店もあるんですね。ちょっとこう自転車で20分ぐらい走ったら、信頼できるとか、まあ、すごく、しっかりやってくださるお店もあるんですけれども、まあ、機会があれば全然そこに行って、持って行って修理してもらってっていうことも、過去にしたことあるんですが、やっぱちょっとね、やっぱ行くのが、若干面倒ですよね。通勤の途中に通るとかでもないし、はい、僕基本家にいるし。で、ね、すごくこう顔見知りの方が、知人の方がやってくださるんで、まあそれはすごく安心ではあるんですけれども、やっぱね、こう2回往復しなきゃいけないんですか。持って行ってまた受け取りに行くっていうね。それがやっぱちょっとね、手間だなと思ってるんですよ。なので、僕おすすめしたいのが、郵送で送ってシールつけてもらえるっていうサービスがあるんですね。それをですね、今日はちょっとやってみたいと思います。で、残念ながらですね、僕、7月半ば頃に届いた靴が、まあ、2足ぐらいあって、それをまだ履き下ろせてないものがあるんですよ。はい。で、僕は何のための靴を買ったのかという話になりますよね。皆様にこう、お見せして、なんか見せびらかすために買ったのかと。いや、そうじゃないだろうと。ね、自分で履くために買ったんだから、早くシールつけなさいということなんですよね。で、最近届いた靴も1足あるので、それをまとめて全部ですね、3足お送りして、シールつけてもらって郵送で送り返してもらうっていう風にしたいと思います。で、これがすごく便利なんで、ちょっと今日はその話をさせてください。他にもあるかもしれないんですけど、僕はいつもこの楽天のサービスでトゥースシールとかって調べると一番上に出てくるんですね。2つ、オレンジヒルリペアセンターさんっていうところに出てきて、3520円のものか4070円のものかっていう2つを選べるんですけど、4070円の方はですね、これ新品でない靴の場合の価格なんですね。だから今回僕3足新品で1回も履き下ろしてないので、まあ、そこが綺麗なのでこちらを選びたいと思います。はい。で、こんな感じでシールをつけていただいて、まあ、シルバーなのかアンティークゴールドなのかトライアンフ。トライアンフもしかしたらちょっとね、値段追加で払わなきゃいけないかもしれないんですけれども、まあ、こんな感じで仕上がりますよっていうことですね。で、下の方に行くと、靴の状態、スチールを選択してください。半円シルバーで結構です。はい。で、用選択、修理時に確認がある場合、まあ、これは別にどちらでも可ですね。電話でもメールでも大丈夫です。はい。で、トライアンフ選択、トライアンフの方は、なんだこれ。トライアンフは用選択。トライアンフじゃないから、僕。その半円シルバーだから、これはいいかな。で、靴紐交換、まあ別にしなくていいです。新品なので交換不要ですね。で、商品をブログ等で修理例として掲載 OK の方に粗品をプレゼント。まあこれは別に全然僕は掲載していただいて結構ですので、
あの粗品に目がくらんだわけではなくて、ちょっとでもお役に立てればなと思った次第ですね。はい、で、まあ、日数にかかる目安っていうのは大体、わかんない、1週間ぐらいなのかな。そうですね、多分つま先なので5日から7日間でやっていただけると、はい、まあいろいろ書いてありますけれども、これで購入手続きに行きたいが、足数をここで選ぶのか、3足ですね。でこれで購入手続きしていただければ、ちょっと待って、購入手続き、これで購入手続きで、まあこれはちょっとごめんなさい、僕の住所なんで伏せときますけれども、ちょっとポイントがあるので、使おうかな。あ、そう。で、注文する前にですね、ちょっと大事なところがあって、このヤマトがいつ取りに来るかとかですね、集荷希望時間とかを入れるところがあるんですよ。なので、ここをちょっとちゃんと書いて、最短9月22日に取りに来ますと。なので、これ、丸とか書けないんだっけ。星とかにしとくかな。はい。ふざけてないですよ。最短で水曜日取りに行きます。で、集荷希望時間、ちょっと待って、水曜日だったら、まあ、午前中かな。まあ、午前中にしましょうかね。はい、確か大丈夫。で、集荷を利用しない場合は、以下に丸。いや、集荷はお願いしたいので、つけません。修理品のブランドモデル型番等お分かりになる場合、なるべく記入お願いします。分かるけど、多分見てもらえれば分かるはずだから、ここはちょっとね、割愛しますね。これは商品としてさっき書いたけど、一応もう一回書いておきます。はい。掲載してもいい。で、まあちょっとメールとかをごめんなさい、僕いつも解除させていただいてるんで、これで注文確定。で、今回ですね、3足申し込みましたけども、これ今気づいたんですが、1万1000円以上で送料が無料になってるんですね。なので3足とか頼むと無料になります。2足までだとこの送料が1000円かかってくるんですけれども、3足頼むとね、送料無料なので1000円浮きました。で、返送用の送り返してもらう時の送料とかも、ここに含まれているので、まあ、3足以上であれば、この3520円 ×3 でいけるはずですね。はい。税込みだから。で、まあ、2足までの場合は、さらにそこに1000円っていう送料がかかってくるということになります。これだけなんですよ。はい。簡単ですよね。で、これで水曜日取りに来てもらって、で、また修理して、送り返してもらった時にまたご紹介したいと思いますね。こんな感じに仕上がってまいりました。とっても綺麗ですね。もう大変結構でございます。大変満足です。ありがとうございます。でこのスチールの部分って、このつま先の部分ですね、黒く、まあ、小判色に塗ったり塗らなかったりしますけど、まあ、そんなに僕はどちらでもこだわりはないですが、ここは塗っていただいてる感じですね。他の靴もそうかな。そうですね、基本的にこうちゃんと色つけていただいてる感じですね。まあ、だんだん剥がれてくるんで、塗らなくてもいいかなとも思ってましたけど、別に僕はどっちでもいいかなと思ってます。まあ、とにかく、ね、仕上がりがすごく綺麗でして、そこに満足しております。もう一個これか。はい、こんな感じですね。こちらです。はい、そんな感じでございましてですね。まあ、楽天のサービスなんで、楽天、まあ僕楽天結構使うんで、すごく助かるんですね。ポイントも使えるし、ありがたいなと思ってるんですけど、まあ、とにかくこの仕上がりがすごく綺麗なのと、さっきご覧いただいた、ちょっとね、ピンボケしてたかもしれないですけど、ご覧いただいた通り、すごい丁寧に梱包してくださってるんですね。もう、梱包材めちゃめちゃ入ってるみたいな感じで、ちゃんとこう、郵送してくださるんで、なんかこう、ね、靴を、愛して大切に思っている、ものとしてはすごく安心できるというか、
良心的なサービスだなと思ってご紹介させていただきました。はい、まあ新品の靴を買われた方いらっしゃると思うんで、最近、ね、いろんなイベントとかありましたしっていう方はですね、ぜひご利用なさってみてください。すごくね、いいサービスだなと個人的には思ってます。はい、でも結構修理屋さんとかでも郵送のサービスやってらっしゃるとこいっぱいあってですね、まあこんな世の中なんで、ね、実は結構あって、普段使われてるお店とかも郵送でやってくださるところあると思うんで、まあホームページとかねご覧いただければ載ってると思いますけども、まあそういう普段使われてるお店でもいいと思いますし、結構郵送って便利ですよねみたいな話が、お伝えできればよかったかなと思っております。はい、こんな感じでございました。最後までお付き合いいただきありがとうございます。それではまた次の動画で。ありがとうございました。